みんな、ダメっ子動物始まるよ。勉強ダメでもかけっこビリでもこくって振られても毎日毎日宿題忘れて学校で先生に叱られたっていいじゃんいいじゃん料理が下手でも掃除が下手でも車をぶつけても毎日毎日ゴロゴロダラダラお昼寝ばっかりしてだっていいじゃんいいじゃんありがとうペダノスケさん、うんうん、隣の森で評判いいから、うん、月に肩がかかってる明日は雨だね、うん、じゃあまたね、あごちそうさま本当に美味しいよなこれまだこんなにあるし。そうだ、みんなにもお裾分けを。するの？お裾分け。独り占めしちゃえばいいじゃん。どうしよう俺、今心の中に黒い考えが。黒くねえよ。もともと俺がもらったものじゃねえか。ほら、さっさと食べちゃえ。それもそうだよね。いただきます。食べちゃダメだよ。え？だってさ、みんなで分けたらみんなも幸せだよ。それもそうだよね。いつも独り占めしてるわけじゃないんだし、たまにはいいじゃん。いや、だからそういう発想自体なんかすごく心も貧しい気がするんだ。なら、チーコちゃんにあげたら？チーコちゃん、きっとすごく喜ぶよ。いや、だから、好きな女の子にプレゼントしたい気持ちは正当でも、全部を考えるとすごく姑息な感じがするんだ。だってさ、チーコちゃんに一つ言われたらさ、これがさ、みんなに分けるべきか、分けざるべきか、それが問題。なあ、こんなことでぐだぐだ悩む自分が心底やだ。しかも外も雨で我ながら鬱陶しさ絶好調って感じだよ。はあ、大体このお菓子が美味しいからいけないんだよ。もう俺のせいじゃないじゃないよこれはさ。ってなことを考えている間に2日も経ってしまった、うん、いいよもう分かったよ。独り占めした後の自己嫌悪感を考えた。やっぱりみんなにお裾分けだ。よし決まった。またまたこんなに思い悩むべきことじゃないんだよ。その時その時で自分のやりたいようにすればさ。あ、はいみんな、これペガノスケさんにもらったすごく美味しいお菓子、みんなで食べよう。いやー、それがうっかり思考の落とし穴にはまっちゃってもう大変だった。あ、見てんじゃねえか。そうだったの。これはひどい匂いますね。うわー、梅雨だしね。もったいないね。一人で食べときゃよかった。ふざけんな。次回は解決持ち小僧と猫か乙女たち。見るべし。